ットボールファンの皆さん、こんにちは。強敵が揃うこのコンペティション、勝ち抜くのは果たしてどちらでしょうか。プライドがぶつかり合うこのゲームです。e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間は浦和レッズ対マンチェスター B、 こちらの一戦をお届けいたします。天候の確認です。現地の天気は晴れていますね。両陣営好条件の中、今日のゲームを迎えています。このゲームの解説は元日本代表、シュート、いやーゴールレッズ。前半開始早々です。早速来ましたね。ここはいい位置に詰めていました。落ち着いてよく決めましたよね。一瞬のプレーなので枠を外したりもするんですけどね、きっちり決めてきましたよね。次のプレーの予測ができていて素晴らしいゴールですよね。さあ浦和、この大事な試合で貴重な先制ゴールが決まりました。サポーターもテンション上がりますし、選手もそれにさらに応えたいという気持ちがあるんでしょうから、ここからまた乗ってくるんじゃないでしょうかね。ここでファールがありました。さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。スルーパスを狙う、ヘディング、これは見事なセービング、さすがのプレーというところでしょうか。よく止めましたよね。いい反応でしたよね。さあ一人で持っていく、さあサイドのスペースへ、しかしこのボールはちょっと合わなかったか。浦和レッズカウンターを仕掛けていきます。ワンビサカ流れを止めます。さあ左へ預けて、プレスが激しいですね。スルーパス、カウンターですよ。トゥーリオ、おいい形ですよ。トゥーリオ上げる、カゼミール、メッシー、このマッチアップどうなる。ワンビサカへ、西、西から牧野、ここはドリブルで上がる、スペースを狙った、カゼミール、さあカウンターのチャンスになります。さあ右へ預けて、メッシー、マッチアップのシーン、さあカウンターを仕掛けます。西川、シュート、追加点、これで差は2ゴールになりました。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。さあ浦和、さらに1点を追加し2対0としています。浦和としては2点差というのは精神的にも楽になりますよね、はい、ただ相手は間違いなく前がかりになるので落ち着いた対応したいですよね。なるほど、この後も無失点でいきたいですよね。スペースを使う、もっといいボールでしょ。このボールは山中へ上げてくる、どうだ、いや今のは惜しいシーン、シュートは枠を外れていきました。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。マンチェスター B、 今のカウンターは危なかったですよね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね、まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。対応します、カゼミール、デブライン、相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。
ちょっと伸びてしまいました。ここはつながりません。ワンビサカ、これは合いません。裏を狙う杉本、このボールに触ります。組み立てながら攻め上がっていくリンセ、どうだ、山中、左サイドを上がっていきます。インターセプトを狙う、ここはファールを取られます。レフリーの注意が入ります。山中上げてくる、どうだ、インターセプト。メッシースペースを狙う、ルイス・ディアスが受ける。デブライネ、裏へのスルーパス、シュート、吉田弾いたボール。マンチェスター B は2本目のコーナー、ボールはクリア、マルキーニョス、デブライン、さあムバッペ、浦和レッズカウンターを仕掛けます。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。さて北澤さん、前半の印象をお聞かせください。中途半端な出方をしてしまうとサッカーというのは 2-0 は絶対じゃないんですよね。特に45分で 2-0 というのは一番危険な点数でもあるんですよね。浦和レッズ対マンチェスター B、 浦和が2対0とリードして後半へと向かいます。後半スタート、リンセン奪いに行きます。このボール奪いに行きます。ウィリアム・サリバ、マキノ、カットに行きます。マキノ、ここかわす、コスタクルト、デブライネ、このボール奪いに行きます。西川、メッシからムバッペ、シュート、吉田のセーブ。浦和はここクリアで難を逃れます。チャンス来た、シュート、決めた、後半開始早々ゴール。メッシ、フェイントを入れてシュート、ゴールでした。これぞというプレーを見せてくれましたよね。ディフェンダーをかわしてからシュートを打って、いや見事なゴールでしたよね。さあマンチェスター B、 これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。このゲームを追いつくためにまずは1点という状況でしたけども、後半の早い時間帯に取れましたよね、はい、この後の展開ちょっと分からなくなりましたよね。ウィリアム・サリバ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応、チャンス、さあつながるか、
スペースへ。ここはつながりません。さあ持っていく山中、いい展開ですね。上がると呼んでいた。これは合いません。来た、シュート、ディーダ、さらに来る、ディーダのセーブ、こぼれた。クロスを選択、シュート、いや、追加点。さあ、さらに点差が開いています。キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。ちょっとあれはノーチャンスでしたかね。枠ギリギリを狙ったいいシュートですよね。さあ浦和、勝利へと導く1点となるのでしょうか。浦和としては2点リードは大きいですよね。ただ2点差になったことで相手は必ずアグレッシブに来ると思うので、受け身にならずしっかり対応したいですよね。スペースに出す、シュート、ゲット、ゴール。さあこれであと1点差。ナンバー4、このコースはさすがにキーパー厳しいでしょうね。思い切ったシュート、気持ちのいい一発でしたね。ちょっとあれはセーブできないですよね。さあマンチェスター B、 あと1点というところ。ちょっとこれ分からなくなってきましたよね、はい、このままの勢いでもう1点ということもあるかもしれないですよね。さあ一気にカウンター、出るか、ベリンガムからビニシウス、丁寧に足元を使う。マンチェスター B としてはまだ時間ありますからね。形は作れているのでなんとか1点持ち上げたいです。おっと、ここは繋がりません。さあカウンターだ、抜けてくる、クロスが上がる、ジーダ、ここは抑えました。さあカウンタースピードを上げたいところ、デブライネ、ヴィニシウス、スペースを使う、ここはすぐ奪い返します。ヴィニシウス、カゼミーロからデブライネ、あーこれファー、うーん通らないですか。レフリー、スピード上がってきますよ。松尾から右へ、裏を狙う、ディフェンスこれを読んでいた。カゼミーロ、浦和としてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、タイムアップまで集中したいですよね。このまま勝ちを奪いたいところです。あっと、これはクリア、マンチェスター B としては残り時間なくなってきましたからね。素早くボールを奪ってシュートまで持っていきたいですよね。さあここでカウンター、松尾、マンチェスター B がここでファールを取られます。これはカード、西川、デブライネ、右サイド上がっていきます。このスルーパスは通りません。ワンビサカ、このボールをカットします。これは合いません。試合終了、3対2、浦和見事な勝利です。そして条件達成です。さて北澤さん、今日のゲームどうでしたか。いや、やりましたね。なかなか難しい試合だったと思うんですけど、見事に結果を出しましたよね。これは嬉しい勝利になりましたね。そうですね、スタジアムを興奮のルツボへと叩き込むという試合展開でした。そろそろお別れの時間となります。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。
浦和が見事目標達成です。